当にね、山もなければ川もないね、まあ、平らな島なんですね。はい、人口の半分はお年寄りです。でまたその半分が、まあ、若い人と少年に分かれるんですが、やっぱり極端にね、若い子が少ないです。高校卒業するとね、みんな都会に憧れて島を離れてますね。で、帰ってくるともう人に、そして今度逆にね、向こうの方から来てくれます。こういうとこ住んでみたい、働いてみたい、まあそういう若い子たちがね、島の人と一緒になって、その観光業をね、盛り上げている部分もあります。はい、レッツゴー。はい。竹富島は昭和の終わりです。62年、1987年ですね。沖縄県で初めて町並み保存として選定されました。その時にね、島のみんなでルールを作ったんですね。この白い砂、で石垣、これから見えてくる赤瓦の家にね、後世に残してくれて、町並み保存が始まりました。この町並みの部分ね、でも決めることがたくさんあります。まあ、まず一つは、この家を修復するとき、建て替えるときね、必ずあれがあったように。で、家を新築を建てるとき、必ず一軒平屋の赤瓦。もう2階の部分を決まってんだね。家の作りまで来てるみたいな。見てください、駐車場さえまともに作れないね。こんな感じでね。もちろん昔の車もなかったですからね。あ、まあそうだね。で、他にもね、海洋でいっぱいありますが、まあこれはもう島民にも決めたことです。今この美しい景観をね、そのまま残していくためにね、みんなで協力し合って守っていかなきゃいけないということですね。今皆様が通っているこの道も、今日竹富島の中心を横向いています。で、この道を境に島は3つの集落に分かれていますね。こちらが東集落ね。で、背中が西集落。で、皆さんの後方に中杉集落、3つの集落。ちっちゃな島の小さな集落なんですが、常日頃、各集落の競争意識はかなり強いです。でいろんなことを勝負してやるね。中が来た。何をするにも常に我が集落が一番いい。昭和とかも昭和。それがね、町通りの活気にもね、盛り上がりに。今ないもんね。有名ですね。こちらはまた。木中だぜ、木中。マジで。唯一のちょっと。我々、コンビニで飲んでますけど。ちょっと食事で、ね、食事食べようかな。冷たい飲み物みたいにアイスキャンディーね、沖縄限定のアイスを結構おいしますからね。時間のある方は、あれで行きます。カツオバス、あ、やばい、冷たいビールって書いてある。俺を呼んでる。前方に出ましたアグワルのシーサーが見えてきます。皆さんのシーサーのことはご存知だと思いますが、家の守り神ですね。ここ竹富島はですね、家の門に行くとシーサーの向きが全て同じ方向、必ず南を向いてます。シーサーの向きを見ると同じ方向なんですよ。で、まあ、仏壇の有明は小さな真下の部屋には必ず仏壇がある。仏壇の真上に小さなのがあります。なので普段小さなね、我々を守っているということでね、先祖も守っていますね。必ず赤瓦の真ん中に小さなのがありますので、まあ、降りてきた部屋の中ね、部屋の中も今が必ず真ん中はもう集まってしまったんですね。これってのは人家の、そうです、人家です、人家です、人家です。三振なの、これね、貯水タンクの流れです。結構ね、やわさわがないんで、私はこういうのにね、雨水を使って使ってました。昭和の51年にやっと電気練習してんだ。シェフの方から海底を通ってかかってますね。まあ、もちろん今でもそうですよ。なので、普通に水が通うようになって、電気が通うようになって、50年経ってないぐらい、それぐらいなんですね。200円。はい。ここからは、ね、この商品、一番の話で、僕は沖縄の水を自分もらって、ミイラをね、ちゃんと欲しいって、なんか、魚をしてるんですか。電気があると、早く曲がったら、巻き込んじゃいます。ちゃんと、ちゃんと分かってます。はい、家に見せてあげて。はい、もう腕は確かにです、ちゃんとね、大型の牛免許もね、牛免許来たね。いい値段仕込んでるな。あ、すごい賢い、ニーナちゃん素敵。はい、はい、
横の風には強いです。やっぱり中に何も入ってないので、まあ、隙間から風を抜けるように、少しずつ揺れながらでも、さらに噛み合ってますね。普通メイクじゃないです。まあ、あの奥にですね。これまで最近ですね。で、今この手前、白い部分と、まあ、このブレ、灰色の部分ありますよね。この白い部分をね、最近切り替えていきますね。で、長い間、雨風、まあ、あの、日焼けに照らされて、こうやって噴射する。まずね、軽石みたいに見えますけどね。我々のところにはね、桜がないです。ソメイヨシノとかね、ぐらいので、まあ、春を連れてくれる花があるのですね。で、また表面はラズマルですよ。これが、樹齢50年ぐらい。これ結構ね、成長早いですね。下に大きな岩材というのが出ますね。はい、皆さん今度はね、これから私の背中の方にね、この島で一番ちっちゃな小さな、ね、赤色ね、見つけたらいいことありますよ。すべてかな。通称チーラー。宿泊施設は3棟にございます。民宿ね、1泊6000円ぐらいです。で、2食付き。で、こういう民家を、まあ、民宿は小1年も部屋分けしてるだけでね、プライベートはほとんどないと思います。その代わり夜は夜でみんなで縁側に寄って、泡盛飲んだり、三振引いたりね、小水参加で、まあ、あと1万円そことかでホテルもあるし、最後は皆さんに残るんで、星野リゾートで、トイレ20万でね、出せる。夜はね、本当に静かです。で、晴れればもう満天の星空とかね、夕方はもう夕日にね、
3つはね、たまった人の特権ですね。これ今、陸巻なんですよ。うん、この島にはね、3つの産業がございます。もちろん我々のサービス業と、あと畜産、皆さん先ほど港から上がってくるとこの虫見ましたが、これを設定してみます。3つ目は、方法のいいですね。まあ、あとやら大丈夫そうかな。まだ正面から見てないです。いいですか。両方見てくださいね。これは見えない。普段の家と違って何かないものがあります。何がないか、ここに見えることですか。はい、あ、オスのシーサー。あ、違う、メスのシーサーか。そう、玄関です。玄関？玄関ないの？言われて気づきましたね。さっきも言ったように石井さん真ん中にいるので真ん中の爪決まってますね。で、右手も向かって右手も紙だと決まってます。なので出入りが左手、あのポストの後ろに扉があります。そこから出入りする、左から出入りするというのが決まってます。少しずつ縁側から付き合い出てるんですね。石井さんいないじゃん、どうしちゃった。この島、空き家はございません。近くまで石垣の島、拠点を石垣に移しているんですけど、島の自分の用意で常に行ったり来たり行ったり。で、土地も家も、全部で土地力がないので、この島に行ったり。それはもう完全に変化になります。逆にそうだったら、こういうふうに。ごてんじゃんね。水牛ごてん。町並みかんって書いてあるじゃないですか。去年赤浦の世界だったね。いや、赤浦だった。あの白い部分はコンクリートで漆喰なんです。漆喰なんです。だから30年ぐらいすればもうひび割れして雨漏りがするわ。あのトイレがそうですね、もう真っ黒でね、もう多分雨漏りしてると思うんですけど、ちゃんとおめかしするんだね。感染がないので、発汗作用がないんですね。なので、普段暑い時は木陰にいるか、ちょっと皆さんテレビとかで見ると思うんで、天然かと思って顔だけ出して、ああやって自分の体温を動かして、40度以上はあります。お願いします。
この小中学校です。学校なんでね、手が置いてます。2階が小学校、2階が中学校、ね、全校生徒は生徒を合わせても33名という人暮らしなんですね。これ、父の島なので、学校行くと、今の会は分かるんですけど、まあ、島の子はいないので、島の子は島民みんなで教育です。2階がそれね、この島ないわけじゃない。2階に電話がかかってます。それは松森保護に緊急される前から。なので、テレビ撮ってないときはない。この後はね、皆さんご自分の携帯カメラで撮っているので、皆さんもね、協力しますかね、お願いします。顔も、じゃあ見ていってくださいよ。皆さん、この30分、お尻しか見てない。